もっと聞いてね MBS。 さあ今日のおばあちゃまは87歳だから、ただねお名前がランコ、草がんむりに門書いて東を書くランコ。うわーと、なんか入ってるな。宝のランというランコって、ランコさん、そんなのが大鳥ランとかいろいろ宝とか、なんかランコってこれを素敵なお名前ですよ。お父様がつけたのかどうなのか。昭和一桁の時代ですからね。一桁時代だからね。もしもしランコさん。はい、おはようございます。またかわいい、三原ランコでございます。かわいいお声をなさってありがとうございます。だってベージュ、昭和4年生まれです。4年生まれっていうと昭和にすると うちって今何年になるんだろう。満87歳です。9月で88歳になります。ほらー、あれこう言っちゃなんですけども、はい、2017年ね、はい、平成29年ですけども、はい、今日は4月の23日ですけど、これ昭和も言うてくれないからね、皆さん昭和の方も生きてらっしゃるし、はい、だから大正の方もいらっしゃるんで、昭和に直すと何年ですっていうふうに言ってくれた方が、今でしたらもう90年ぐらいになります。1月主人が3年前に亡くなって88歳でしたから。あ、そうですか。はい、主人が大正15年生まれでしたから。ああ、大正、はい、昭和のね、昭和のね、長く生きています。その横年はもう昭和元年になるわけですからね、はい、そしたらおばあちゃまもね、もうおめでたいじゃないですか、もうベージュで。はい、おかげさまで昨年はね、数え年の88で、まあ、息子たちが、はい、ホテル予約してお祝いしてくれましたんで。そうですか、はい、そうですか。はい、ありがとうございます。いやいや、息子さんたちがおしゃれですね。僕はそういう祭事とかそういうことが嫌いでしてね。リリアなんか僕は次女の結婚式の時も全部どういうことも2時間半以内にピタッと終わらないと、そのお呼びしてる方々だって事情があるから、ギリでも来てらっしゃる方も多いんで、ダラ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 されるのが嫌なんですよ、はい、そしてアナウンサーを司会にしとったんです。東京でやっててホテルで2時間15分が来た時にもう終われって怒ったんです。友達たちがうだ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 なんかお祝いの言葉伸びとるから、もう終われって。それで2時間半だったら僕ね、我が娘のに僕が帰ってもうどんな泣いて怒ったか。次女が帰っちゃったんですか。帰りましたよ。それは2時間半って約束してんのに、いや、まあ、じゃないですよ。こんな言ったら怒られる、これはランコさんに怒られると思いますけど。え、それじゃもうね、お元気だね、またお声も綺麗だし、はい、お声がね、声はば地声で、年とともに老化もしてますけれど、おかげさまでね、この年になるまで定期検診がお医者さんにかかったことないので、まあ、それだけは本当にありがたいな思っています。そして今ご趣味が大変、息子さんが言うのに は、ね、はあ、もう若い時から稽古事が好きで、ね、まあ、父親が稽古事をよくさせてくれましたし、まあ、結婚してからも子供たちが少し大きくなってから自分が好きですから、もう 数えれないくらいね。それで例えば、水墨画なんかは展覧会に出すときは30個を描いたりしますのでね、作品がたまりすぎて、それでもう3年くらい前にやめさせていただいたんですけどね。その他のいろんな、まあ、踊りもしましたし、歌の民謡もしましたし、ちぎり絵もいろいろしましたけれど、作品がもうたまりすぎて置き場がないのでね、それで順次やめさせてもらって、最後に残ったのが今のもう35年ほどしてますけど、ボケ防止のつもりで短歌をね、はい、もうこれはもうボケ防止と思って一生の、まあ、趣味にしております。それはね、17年くらいウォーキングに、それいうのがね、60歳の時にちょっと膝を骨折したことがあるんです、はい、それで、あ、これから自分の足でやっぱり60歳で骨折するようなこれだったらね、将来年がいくとともにあれだから、足を達者にせないかん自分自身で思いまして、はあ、うん、その当時はちょっと20年くらい地域の
ボランティアをずっと70歳前後までしてましたのでね、それから69歳の時にいろんな、まあ、婦人会の役員とかいろいろさせていただいたので、 ね、それをお役見直りてから自分のために使わせてもらってます。団子さん、はい、それだけのね、はい、こう脳がっていうか次のことまでずっと言葉にできるというのは お元気というか脳がまだ若いけども、一つね、はい、お聞きしたいんですが、はい、この息子さんが妻の妙法寺に住んでらっしゃるの？はい、はいはい、10年ほどは大阪でお孫ともども住んでたんですけど、仕事の都合でそちらの方に行きましたのでね。でまあ、主人と生活してましたけど、主人が3年前に亡くなりまして、ええ、今は一人で暮らしています。僕ね、はい、満州で生まれて、はい、母親が妙法寺のお寺の下で住んでたんですよ、はい、川が流れてるじゃないですか、はい、あそこの川と妙法寺の間に家があったんです、はい、母親の。そうですか。それとね、坂東さんにも、まあ、多少はご縁がございますんで、私生まれは神戸なんですけれど、はい、今の新長田なんですけれど、ね、終戦の年まで父親が商売してましたので、やはり戦争で当選になりましてね、商売ができなくなって、うん、終戦の年にもこら疎開せないかんいうことで、それが両親とも徳島県出身で、主人が今の吉野川市ですね、出身が、母親が小松島市なんです。両方とも田舎です。はい。私はね、はい、私も神戸のね、都会で過ごしたもんで、兄弟4人ともがわーわー泣きましてね、徳島へ帰るのいや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 。それで僕はね、はい、その時親父が父親が、はい、まあ、今はなる年になりましたけども、はい、藍染め分かりますね、はいはい、うん、実演も 見させてもらって、そうですか、そして藍園という村なんですよ、はいはい、僕は藍園村というのが本籍です。いつもね、徳島へ帰るの高速バス、小松島へ帰るのに高速バスでいつもね、鳴門通って大塚美術館寄ったりして、はいはいはい、おかげさまで、あそこからねちょっと行くとね、はい、もう一番のお札所がありまして、霊山寺ね、霊山寺、霊山寺というんですけども、はいはいはいね、行きましたよね、はい、リリアも一緒に行きまして、はい、毎日放送でお世話になってて嘘ばっかりついてて、そして霊山寺だとかの あそこの問屋とか全部盗んだんじゃない、お借りして、そしたら買いに来た人おじちゃんに渡しては芋買うたりしとったもんですから、あそこでね皆さんにこう言われたら百何十万も集まって、うん、ちゃんとお返しですって人からの金をただ渡しただけだったんで、怒られながら自分もちょっとお金出して、はい、そんなんも徳島でいらしたんだ。疎開したったよね。そうですよ、終戦の年にね、小松島に、はいはい、それで、まあ、結婚してから5、6年してから大阪へ出てまいりましたのでね、もう大阪では55、6年になりますけれど、はい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 、そしたら小松島って言ってもね、おっしゃってましたでしょ、小松島のね、昔関西汽船が小松島港へついてましたね、鉄砲山にね、近くに実家が今でもね、弟がいてるんです。そしたらあそこに小松島にね、はい、かまぼこ屋で、はい、大きなかまぼこ屋がありましてね、はい、佐々木のかんちゃん、かまぼこ屋さんやちくわ屋さん、昔はね、そうそう、笹かまぼこ、はい、はい、ね、たくさんありまして、はい、あれが食べたくてねいやいや本当に貴重なもんだったんですよ、うん、湯浅かまぼこ店って知りません？名前は存じてます。有名なとこ、有名な、佐々木のかんちゃん言うてね、南小松島の方違います、そうそう、駅の近く、そうそう、そうですよ、あら名前は存じてます。ほんでね、いや、蘭子、お土産にもらったりしてましたので、なんか俺にも喋らせて、はい、懐かしなってるから、懐かしいです。佐々木のかんちゃんがな、かわいそうに僕高校野球の時に、はい、みんながやめて練習が厳しくて、はあはあ、そしたら佐々木のかんちゃんがおとなしいやつだって、はい、こいつをね脅しまくって恐喝して玉拾いで入れたんです、はあ、
ほんで彼は玉拾いだけど家がかまぼこ屋やから朝から早いじゃないですか、はい、3時半4時で、ほんで1番の電車に乗っては練習に来たりして、はい、最終で帰るから寝てないのよ、かわいそうに。ほんでユニフォームも着れずにね、はい、そのままあの僕らは準優勝とかなんか盾持ってわーわー言ってやってんのに、あいつだけかわいそうに何にも野球ボールも投げれるのですよ、野球したことなかったから、はいはい、佐々木のおかんちゃんですから、徳島商業の坂東さんのお名前も存じてますし、徳島商業が強かったこともよく覚えておりますねえ、それから全然ダメでねほんまにちょっとねえちょっと一服してあります。だけどちょっと一服したんだなっていや一服ってね、もう無理です、あの女学校にみたいになってね、はい、あの野球やってる男の子では通らないんですよ、県立やから、うん、ね、あの越境入学とかできなかった時代でしたから、今もそうで、だけどあれですね、聞いたらあの息子さんが言うとなんか選挙の、はい、ウグイス城もやったり弁論大会出てたって、はい、徳島へ帰ってからね、やはりちょっと神戸で育ちましたので、友達とのインターネーションがちょっと取れなかったりしてね、ちょっとそれで終戦でごちゃごちゃしてましたからね、あまり学生時代に友達いてできなかったんです。ですけどね、終戦になってから、やはりこれではいけない思って自分自身を変えないかんと自分自身で思いましてね、うん、昔のことですから青年団いうのがありましたね、ああったった消防団青年団ね、はい、友達作りで青年団に入らせてもらって、うん、そこで小松島市の文化祭がありましてね、うん、でまあ担ぎ出されて、うん、弁論大会に出たんです、それがたまたま3位に入賞して、それから討論会とかね、あ出たんだ、あらゆることね、だから今もね、はい、はっきりと滑舌がよくって、いえいえちょっとね僕の前にちょっとアナウンスの、ま、関岡っていうアナウンサーがいてねこれがもう定年間際のにね、もうまだまだまだ中で昭和25、6年ぐらいの時にね、はい、徳島出身選抜で女子一人選ばれて東京へね、青年会議いうのがありまして、はい、教育委員会の人と一緒に女子一人に選ばれまして、東京 の, 明治神宮外苑の青年会館に、青年会館があります、はい、入ったところにね、はい、まだお米下げて行ってた自分です。あそりゃそうでしょう、はい、まだ東京タワーがない時ですもんね、はいはい、うん、それがちょっとどうしたんかしら、帰ってきてからちょうど選挙がありましてね、市会議員の、ああそれで小松島市の市会議員の選挙を2回応援して、それから小松島の市長選もね応援して昔ですからね、リヤカーに乗ったりして、ね、それで新聞に乗ったりして、それでね、なんかしらすごい。ですから今思うといい思い出と言いますかね。いや、蘭子さん、はい、今ね、はい、多分ラジオを聞いてくださってる方が結構いらっしゃるんですよ、朝早いお仕事の方も、はいはい、そうでしょうね。そうすると、はい、今のリヤカー、そうそうリヤカーだったなとかいうね、第八車が走ってたからね。そうなんですよ、それが大きく新聞に出ましてね、はい、そんな思い出もありますこれすごいわ、はい、これこういっちゃなんですが、もう おそらくお孫さんどころかひい孫もね、はい、もういらっしゃるでしょうから、やっぱり何かで書き残したらいろんなことで残しといてあげてね。はい、ありがとうございます。それでないと、はい、意外とそういうものってね、はい、こっちは我々はいずれねお迎えが来るじゃないですか。そうなんですよ、近々に来ると思うんでね、お互いに。そしたらその時に開いたら、おばあちゃんうわこんなんだって、ひい孫たちがね、蘭子、はい、おばあちゃんはこんなことしてたんだっていう短歌にしたってね、はい、ちょっとした絵にしても、ね、随分とご趣味が多いそうですから、はい、そのおばあちゃんの元気さをやっぱり孫ひい孫に残しとかないと、はいこれが仕事ですわ、はい、これは、はい、ですから今もね、うん、まあ、自分が歩ける間は買い物に行って
って、あの三度三度きっちりと食事をして、はい、それであの時たまお友達がたくさんこちらへ来てからもね、あの大阪市の医療大学、それから大阪府 の, あの老人大学も出ましたんでね、それらのお友達がたくさんいらっしゃるので、時々あのリッチな食事をいただきに ね, しかしね、お友達と行っておしゃべり会をしています。これだけ喋れるからいいんですけども、ほいでお幸せそうな話ですが、お気の毒にね、はい、あの阪神ファンらしいから、今年1年、もう今年1年悩み通さないかんからね。はい、あのたまたま不自然ない長男があの元の阪神の監督なさってた岡田さんと高校も一緒でしてクラスも一緒だったんで、ね、どうか1年間悩みを1年でしょうけども、はい、応援してあげてください。今日はどうもありがとうございました、はい、お世話になりました。最後にいらんこと言いましたが、はい、六甲おろしでも歌って毎日1分晴らしてください。さんもどうぞ、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございました。お元気で失礼いたします。